皆様アロハ。今日はまとめきれなかった動画を集めたアソートのパート2です。公園のトレイルの中でも割と歩きやすいトレイルです。ワイメア渓谷の壮大な風景が目の前に広がります。少し先にワイポーの滝があります。ちょうど滝の上に立っている感じで、実際は滝を見ることはできません。ワイメア渓谷展望台から見える滝がこのワイポーの滝です。そしてランチは石原マーケットのポケ。ここはポイプの小さなビーチでとても落ち着けます。クールダウンはピタヤボールかアイスクリームで。ワイポーリにあるラッセルズは外のテーブルでゆっくりランチできます。一人で休日のブランチによく利用します。ヘルシーな食材を使っていて、美味しくて可愛いお食事が楽しめます。前に食べたアボカドトーストが気に入っています。今月もワイパーのコミュニティワークデーに来ました。タロパッチで労働した後はリリコイポイチーズケーキをおやつに。そして今日もたくさんの人でにぎわうハナレイピアへ。時々雨が降りますが、子どもたちが元気にジャンプしていました。だんだん波が上がってきて、カウアイ島も冬の気配がしてきました。早いもので今年もあと3ヶ月ですね。健康に気をつけて毎日楽しく過ごしていきましょう。今日も最後までご覧くださってありがとうございます。また次の動画ではテーマを絞ってカウアイストーリーをお届けします。チャンネル登録よろしくお願いします。アロハー。